どうも、恵比寿ゴルフレンジャーのレッドです。恵比寿ゴルフプラスの吉谷プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはというと、実は僕、レッドがレッスンに通ってる恵比寿にあるゴルフプラスさんなんですよ。そうです。で、吉谷先生に、今3ヶ月4ヶ月そうですよね、そうですね、ぐらい教わっていて、普段僕がどういうレッスンをしてるかっていうのをちょっと視聴者さんに少しでもちょっとお伝えできたらなっていうことで、まあ本当に難しいことはやらずに、まあ1ポイント2ポイント、例えばこういう応急処置がありますよとか、これをやってみた方がいいですよみたいなレッスンをちょっとお届けできたらなと思います。で、僕のレッドとイエローとブルー3人とももう年明けここにレッスンすることになって、あ、そうだ、もう全員吉谷プロにレッスンをつけてもらうと。なるほど、僕頑張りますもうコメントとかで、ね、はい、タクソって言われるのに、はい、売り上げが出したんで、はい、全員レッスン通ってやろうと。はい、お待ちしてますで、まあみんなご存知の通り、はい、イエローは、まあ、なかなかあんまりうまくないので、まあ、初心者向けのレッスン、なるほど、動画で史実化できたかなと。で、ブルーとレッドに関しては中級者、まあいけたら上級者向け、あ、結構怖いですね、なんかレッスンできたらなと思ってます、うん、なんかありますか、先生。そうですね、僕はここで、水木金とレッスンします、はい、もし、通いたい方がいましたら、ぜひゴルフプラスへ来てください。はい、なんか、はい、詳しい内容はこちらに。そうですね、こちらに書いてお願いします。よろしくお願いします、はいはいはい、さあ、で、本日一発目は、僕がチーピンとフックに悩んでいるので、はいはい、それのちょっと対策と応急処置を、なるほど、ちょっと教えていただけたらなと思いますので、はい、はい、どうぞ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 ドライバーの、はい、引っ掛けチーピンの悩みを、はい、ちょっと視聴者さんの方に、はい、ちょっとワンポイント、ツーポイントぐらい効率的に直せるようなアドバイスを、はい、していただければと思います。わかりました。お願いします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 。まずちょっと、チーピンのお手本を、はい、僕が、はい、お願いします。お願いします。これなんですよ、はあ、これがラウンド中に、はい、復活してどうのこうも治らない状態になる。なるほど、はい、もう一回お願いします。もう一回言います。これですか。これね、はい、僕7年悩みました。7年。これでも7年。これはすぐなるよ。本当ですか。本当ですか。7年悩みました。ぜひ。これはもう完全に、はい、チーピン出る後は、はい、ハンドファーストと、ハンドファースト、左対称の強さ。要は重心の位置が左になりすぎる。こういう構えです。はい、これ。ちょっとダウン、テイクバックして、トップネジがちっちゃくなりますか。はい、はい、はい。で、切り返しが、皆さんアマチュアの人だったら早いです。はい、はい、はい。だから、体が浮いてきて、手も浮いてくる。はい。で、返す。うん。これがチーピン。それがチーピンの原因。ということは、大半の人は皆さん、これがチーピンです。あとは、残りすぎて、こんな人もいますよね。右足下以上になりすぎて、はい、こうチーピンになってきてるんです、はいはい、僕はでも左体重の最後体が起き上がってチーピンで悩みました。あ、そうなんですね、はい、ってことは、はい、僕の今のを直すってなると、はい、どっからかもしれない。まず左足体重を直す、直す今日は大体ドライバーだと、まあ、それぞれ個人も作りますけど、はい、だいたい左が体重が3、右が7、73、73、73、73すると
まあ基本僕は地域が強い左足体重になりやすい、はいはいはい、僕はもう9のセット右9左のセットが完成です。結構あれですよね、初心者とかの方って、はい、なんかもう左足に全部乗せてっていうイメージが多いんで、はいはい、僕も初心者の時そうだったんですけど、はいはい、右足体重なんですね。右足、ドライバーは大体右足に乗って僕は右足に乗ってるものをその角で回す。体重移動はいらないです。よく皆さんなんかの3斜めしてそこからさらに乗せていく、そうするとこの動きがなくなる、バンプするんですよ、力っていうのは横に動くとバンプする、この動きがやっぱり出やすくなる。だから最小限にしといて9に乗せてそこからもう、で回してバーンって打っちゃった方がチビになりにくいです。73、はい、でテイクバックの時には、はいはい、ここでもまだ73ですか。そうです、そのまま73、あくまでイメージですよね。で降りてきてインパクトでは、まあ、僕は通常のハンドファーストに入ってきますけど、はい、僕のあくまでも僕のイメージはハンドレイトです。ハンドレイトに入る、はい、おハンドレイトにしてあげると再加点が低くなるんです。はいはいはい、ではどうしようというとアッパーキックになります。体重は、ね、はい、インパクトの時には何段ぐらい、もうそれも73、73キープ、ずっとロジックで、そこからフィニッシュは全部解放してもう10ぐらい乗せていってあげればいいかなと。ちょっとそれで一回、はい、やってみましょう。まだ乗せてもいい、もっと右ね、そうそうそう、右に乗った場合は、はい、この体はこうなっちゃいけない。そうですね、大体それがトレーナーになると角度としては4度ぐらい傾く、ちょっと傾く、はい、これぐらい、それぐらいですか。はい、でそこからもうそのまま、あれだよ、GP のそば、そうですね。いいです、ちょっとドロー気味な、ドロー気味255ヤード、おお、飛んでますね、飛んでますね、ちょっと待って、はい、右体重で、はい、めっちゃいいじゃん。わかりましたよ。めっちゃいい。あれ、めっちゃいいわ。これはちょっとスローモーションで260ぐらい飛んでますよね。ないですよね。めっちゃいいですね。振りやすい。うん、もう体重移動なんてしなくていいです。もうそのまま。そう、うん、なんかその旦さんなんてこっちに体重がかってるんですか。はいはい。なんかこう回るイメージ。ああ、そう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 、その感じです、その感じです、右足もうその感じです、もうバッパーとするぐらい、もう左足、右足かバッパーとする右足もバッてこう広がるぐらいのイメージに全然いいと思います。みんなですよね、この右から左でこう行こうとします、うん、そう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 、それがそう原因なんで、僕あくまで僕のイメージはもうそうですね、はい、ヨシアプロ流です、そうです、
アニマルの話今のも完全この完全のことこうでしょこうやっとってほしいマジかこうかそうですねああ完璧これですね完璧ですねストレートですねはいはいいいですねいやー入っちゃうおおピンに当たったすごいすごい今あいいですねいいですね あとは、はい、どうしてもコースで直したかったら、はい、僕はこうだんだんコースの手が落ちたっていう位置だと左手ですか、はい飛ばしたい当たらなくなる不安ですやっぱりボールに当てたいとか、ねうん、だんだん左に重心の位置が持っていかれますでそこで途中で気づく人は気づけばいいんですけど、はい、僕は逆にチーピンが出たらもう逆に右に行ってハンドレーです右に体重を乗せてハンドレーハンドレーこれポイントっすねこれですこうすることによってテイクバックしていただくといい、はい、ハンドレッジなんか肩の中心を回していく手の位置ってヘッドネジがどんどん遠くなっていくはい、アウトサイドインこういう動きは絶対しないですね、うんうん、このまま使いながらこのまま振っていくわけですハンドレッジのまま打っていく位置です右中心、はい、ハンドレッジ右のここまで、この位置です、うん、この位置ここまでここまで、うん、極端にやった方がいいです、はい、で、もうそのまま上げて、このままこの角度で上げて上げて、で、そのままぶっちゃぶっちゃイメージこれをこうしちゃいけないそうですあくまでもフェーズのローテーションを使うという感じインサイドを押すんですあー、これは、はい、いける気がする極端にスライス出ても OK なんですはい、うんそうそうそうこう内線外線の動きができないですよね手そうですほら、使いますねほら、スライスね逆めっちゃスライスいわゆる逆玉ってやつ逆玉ですこれ GP の円ですけどはいはいはい、はい止まらなくなったら僕はもう完全にこうこぼってますもう一回いきますはい正面カメラではいこうですよああそうですそうですあすごいですねこれもうスライスしかねえんだよはいはいあ本当だあらはいはい、あ、ほんとだあらお完璧ですねこれスライスフック打ち上げますよ素晴らしいやばいこうですねこれなあこうですあそれもうこれスライスこれだともうこの腕が回線するのを抑えられるので、うん、ダンシングの重力に対してこういう動きがそうなのそうアウトサイド軌道にこう投げすぎる、そうですそうですそうです。でこれをやってだんだんちょっとずつちょっとずつ戻していけばストレートになる、ストレートになる。おお。強いスライス。そうですね。強いスライスですね。おお。そういうこと。めちゃくちゃいいですね。これは応急処置としてやったと。やったそうですね。もう3回連続チーピン出ちゃったら、どうなるか。へこみますから。これやめや俺。あれドライバーって1日何回でしたっけ？1日だいたい14回。
14回中14回チーピンのがありますか。もう14回としたらもうあれですね、究極にハンドレイとして右足体重ハンドレイ。これでもう完全にスライスです。チーピンを置く処置プラス右ノックの時はこれかなり使いやすい。ぜひ見ながらやってみてください。右足体重ハンドレイ。これでもう完全にスライスです。チーピンを置く処置プラス右ノックの時はこれかなり使いやすい。